クリーチャークリープ症候群の当事者であり、現在は障害児教育に関する研究をしています。僕の疾患は生まれつき顔周りの、骨が無形成、または未発達な状態で生まれてきて、聴覚障害であったり、特徴的な、見た目を持って、生まれてくる疾患です。はい、今は筑波大学の大学院の博士課程の1年生でして、主に障害に関することを学んでおり、障害児の教育に関する研究をしています。また、自分のその疾患を生かして、それに関する講演活動なども、全国で行っております。僕が文部科学院大学に入ったきっかけは、オープンキャンパスで大学を見学させていただき、その大学のキャンパスの美しさと、また在校生の学生さんの明るさであったり、活発的な部分に惹かれて入学させていただきました。大学生活では、スワブであったり、卓球部、または、ボランティアサークル等で、いろいろ活動させていただき、またアルバイト活動にも、いろいろと費用を出し、大学生活を行っていただきました。そのような活動を通して、多くの友人にも恵まれ、楽しい学生生活を送ることができました。社会学部での講義を通して様々な知識を学ぶことができ、また校内での研修会等で人前で話すような経験もすることができ、そのような経験を通して自分をより豊かに成長できる大学生活だったと思います。もともと大学入学前から教育に興味があり、大学に入ってからは教職課程も取得しました。3年生からは教育に関するゼミも入り、そのゼミの先生との出会いを通して研究者という道も教えてもらい、その出会いがあったからこそ今の僕があると思います。はい、まずは今の筑波大学で博士号を取ることを目標にしています。今後は自分の研究であったり、これまでの経験を通して障害のある子どもの教育や成長に関わるようなことをしていきたいと考えています。